我々も軽井沢に住んで7年目を迎えました。本日は率直な感想を2人で話し合いたいと思います。ぜひご覧ください。皆さんこんにちは、桜井大斗です。ゆうこです。だいぶ緑が豊かになってきた軽井沢ですけれども、はい、冬は6回越したということですかね。そうですね、はい、で本日は7年目の感想ということで、ちょっと夫婦でですね、率直に思っていることを語りたいと思います。うん、まず一つ目は優子の感想ですけれども、いかがでしょうか。一つ目はですね、なんか会社の会議みたいな議題みたいになってますけども、そうですね、私はこう6年住んでみて、軽井沢は悲観はやっぱりした方がいいっていう結論になりました。なるほど。で、北海道などと同じようにやっぱり寒冷地であるので、うん、でちょっと体調に不安があるなっていうことが少しでもある方はやっぱりどうしても冷えやすいんで血行も悪くなりやすいと、うん、まあ、そうなると血行の不良っていうのは万病のもとですから、軽井沢以外の場所で悲観するタイミング、軽井沢とより暖かいところの2拠点とか、まあ、そういう形が一番ベストではないかなと思いました。半年半年くらいの方って2拠点だと多いかもしれないんですけれども、結構ね、季節の変わり目はそれはそれで良さもあるので、こう自然の芽吹きだったりとか、うん、こうなんて言うんだろうな、自然の移り変わりもやっぱり軽井沢に暮らす楽しみの一つでもあるので、まあ来年からはちょっと、まあコロナ禍でね、いろいろ現実的に難しかったんですけれども、来年からは少し数ヶ月期間をしようかなと思っています。今年はコロナ禍ということがキーワードで出てきましたけれども、例年我々は海外に行ったりとか、ね、まあ、暖かい地域に行ってたので、今年はコロナ禍で初めての、ずっとこちらで過ごしたという冬でしたけれども、うん、どうでしたか、ぶっちゃけ感想は。きつかったですね。お本当にきつかったやっぱりいつも海外とかその温暖なところに行ってたのが結構効いてたんだなっていうのをすごい痛感したので、うん、まあ 1.5 くらいの感じで私たちも今後ライフスタイルを組んでいくかなと思っています。そうですね、まあ、早くね、移動が自由にできる世の中になるといいなと思いますけれども、私の感想なんですけれども、軽井沢は自然が豊かな場所なので、この自然のリズムに自分を合わせるっていうような、そういう感覚がついたっていうのが一つ感想としてあるかなと思います。まあ、具体的にはこう季節の変わり目だったりとか、天気だったりとか、それこそ気圧が高い低いでも体調悪いとかってあると思うんですけれども、うん、なんかそういう自分がコントロールできないもの、その中でどういうふうに生きていくかっていうところ、まあ都市に住んでた頃っていうのはなんかそういうものに気にせずに生活ができていたなという感想があるんですけれども、こちらにいてから自分も自然の一部であり、こういう地球っていうエコシステムの中の構成員なんだなっていう感覚を持ちました。でそれが転じて、なんだろう、こう例えばエネルギーの消費だったりとか、ゴミの排出だったりとか、何に対して自分がこう行動規範を設けるとか、なんかそういったね、まあ今流行りの言葉で言うと SDGs なんて言葉ありますけれども、そういったことを考えさせる機会が多いなというところです。でこの都市のリズムっていう言葉を使ったんですけれども、その都市のリズムからあえて外れるっていうこと、まあ、これに価値があるなというふうに彼らの生活として思っていまして、都市のリズムってそのいいこともあれば悪いこともあると思っているんですけれども、森の中で生活をしていると自分と見つめ合う時間が嫌でも増えるんですよね。彼らは昔からこう創作活動に向いていると言われていて、小説家だったりとかアーティストの方々が多く住んでいるということがあるんですけれども、まあ、それがわかるなという実感です。特に2020年はステイホームということもあって、ほとんどの生活を軽井沢で過ごしていたので、なおさらそういったことが強く実感しています。創作活動に向いているということで、この、ね、YouTube も活動も、ね、行っていますけれども、はい、こちらにいると比較的、まあ、窓の外見ればこう自然があったりとか、日常のちょっとした空き時間でリフレッシュができるので、そういったことはすごく恵まれているなというふうに思いますね。なんかこちらの生活って私余白が多いなと思ってて、それが多分作家さんにすごくいいんじゃないかなと、創作する方、まあ、全ての創作する活動にかかっている方にとっていいことなんじゃないかなと。心とか精神的なその生活の中の余白っていうのも、私都市はその中で持つっていうのはかなり鍛錬された、そういう方でもない限りは難しいんじゃないかと思ってます。で
それを簡単にするのには、まあ、こういう自然な豊かなところに住んでいると追い立てられないというか、ある意味ではあの社会世俗から隔離されているようなそういうも、ね、人間のこう社会的な営みからは少し離れられるので、まあ、そういう余白が何か新しいものをアウトプットしようという言動になるんじゃないかなと。でタイトさんはこちらで暮らしている中で、まあ、この地域でどういう貢献を、ね、することができるのかっていうのを自分で考えるようになったっていうふうに言ってたけれども、それはどうですか？まあ、移住して1年目とか2年目はここのエリアでどういうふうにこう消費して、例えばこうどういう、ね、お店があるのかなとか、観光スポットがあるのかなとか、そういうところをこう探索していくような生活だったんですけれども、慣れてくると自分がここで消費するだけではなくて何かをこう作り出すっていうような、そういう意識が芽生えたなっていうのが、まあ、7年目ならではの感想かなというふうに思います。まあ、この住民票を移しているので、もちろん納税をしていて、まあ、それが、ね、一つの地域への貢献にはなっていると思うんですが、それ以上に何か地域のために生み出すことっていうのが地域貢献なんじゃないかなと思っていて、まあ、そういう意味でもこういった、ね、YouTube の活動でいろいろなお店紹介したりとか、いろいろな方にインタビューしたりとか、まあ、そういったものがね、すごい意義のあるものとして感じている7年目ですかね。まあ、ゆうこもこの、ね、YouTube の創作活動ってことを一緒にやってますけれども、そのあたりどうですか？実感ありますか？そうですね、いろんな方との出会いが面白いなと思ってて、自分が思ってもなかったところからふっとこう出会いが降りてきたりとか、まあ、そういうことが結構面白いなと思います。うん、メディアとして私は SNS って基本的にやってなかったので、SNS の意義とか意味って何なんだろうなと、改めてこの YouTube の発信活動を通して再考させられるということがありましたかね。はい、まあ、SNS をやらなかった理由としては、人間の社会的な活動においては現代は余白がなさすぎるのが問題だと思っていて、だから現代人は不要なストレスを抱えすぎていると思ってますけれども、まあ、こういう YouTube のようなメディアですよね、あの不特定多数の方にこうやってね見ていただくっていう発信を通して、まあ、どういう社会的な貢献ができるのかなっていうのはもちろん考えるところですし、あとは一クリエイターとしてどういう映像作品、映像を作っていくかっていうことはすごく興味深いところかなと思います。はい、そして最後ゆっこがですね挙げたのが内観的になったという、まあ、今の話にもねちょっと通じるところかもしれないんですけども、まあ、コロナ禍で私たち軽井沢で過ごしていたんですけれども、あの感じたことがあって、それがまあ国破れて山がありという漢詩のね言葉があるじゃないですか。どこでしたっけ、忘れましたけど、ちょっと後で調べてこの辺りテロップが出てると思いますが、まあ、あのどんなにその社会的にこういう社会的な大きなあのイベントが起きようが、もう目の前のこの名も知らぬ野の花は美しく咲いてるわけですよ。春になると植物が芽吹いて草や花が、で鳥やねあの獣たちがこう一斉にこう繁殖というか、春のこう躍動をね表現していくんですよ、生きるということで。でそういうのをねこうやって目の当たりにしている生活をすると、そういう外の出来事に対していちいち自分がね揺らされるんではなく、自分内側にしっかりね、自分の中に内側に軸をしっかり立てていれば、別に何が起きても特に自分が揺れるということはないわけなので、まあ、それをとてもなんていうんですか、強化できたというか、強化合宿みたいなね、なるほど、そういうあの趣向はありましたね。はい、まあ、さっきそのマインドフルネスとかね話がありましたけども、この6年でこうパートナーとして見てると、なんかそういう精神的なところの成長があったかなっていうふうに、すごい上から出てきますね。はい、ああよく成長したなという感じで、はい、毎年いろいろなことを考えてこう軽井沢に住んでいて成長していくっていうことがあるのかもしれないですね。まあ、いろいろ文句言ってますけど、そうですね、まあ、やっぱりあの自然の中の生活っていうのは本当に学ぶことが多いですね。うん、必要なものとか無駄なものっていうのなく、余白があって、その学びから多分自分が人間的にこうどんどん成長できるのがこの森の生活。もうそう考えてみると、ソロもそんなこと書いてましたね。なんか今ソロっていう話が出たんですけども、ゴールデン森の生活という本の著者の方なんですけれども、まあ、19世紀にアメリカで産業革命とか経済活動がすごく盛んだった時に、あの自ら森の中に入って小屋を建てて自給自足の暮らしをして、人間の社会的な消費活動とか労働とか、そこから離れて
あの森の中で生活するっていうことをしていた人なんですよね。なるほど。自然の中での暮らしが長くなるとやっぱりそういう考え方とか価値観自体も何かしらこう大きく影響されて変わっていくところもあるんじゃないかなと思いますね。なるほど。まあその本がですね、こちらの動画の概要欄にあると思いますので、気になった方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。本日はですね、軽井沢生活6年過ごしまして7年目の感想ということで、ちょっとまとめてお話をしました。まとまってたんでしょうかね。はい、思うことつらつらと述べてみましたが、まあ結構ほらテロップとか字幕とか補足するんで、多分それなりに動画面白くなってると思うんですけども、はい、ぜひねご感想なんかも、そう信じたいます信じたいです、コメントでよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。この動画がいいねと思ったらぜひ高評価をお願いいたします。チャンネル登録もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。